では今回は、エレクトリシャンシミュレーター、ファーストショックをプレイするぞ。直訳すると、電気技師さんのお話のようつけど、どういった物語なんだい？まあ、お仕事に取り掛かる前にな。どうしたんすか？まずはゴミの撤去じゃ。マジかよ。あ、でも、どこかで同じような体験をしたことがあるっつけど、気のせいっつかねえ。でもまあ、こっちの作品は廃材が多いんで、再利用とかはできそうっつけど。ってことでおねさんいや。なんじゃ？こっからはお仕事に取り掛かるんじゃがな。おう。この場面で重要なのは、ここのなんちゃらアイテムってとこなんじゃが。なんちゃらってなんだよ。今回の任務で必要な工具を購入しておく必要があるんじゃ。電気技師なのに、ドライバー一本すら持っていなかったのかよ。まあまあおねさんいや。工具を手に入れたことやし、早速現場に向かうぞよ。ボス。おんやー。これは配電盤のようつけど、作業をする前に、ブレーカーを落とす必要があるんすね。ふむ。落とさんと、ビリビリ痺れてとんでもねえことになるぞ。そいつは危険じゃのー。ちなみに作業手順は、しっかりと動画で説明してくれるさかい。何をすればいいのかわかりやすいぞい。手取り足取りっつね。それでつよ。実際にプレイしてみてどうだったんじゃ？ふむ。思っていた以上に、細かいことまで作業する必要があったり、どこが壊れているのか確認せなならんから、ちょいと疲れてしもうたのー。まあでも、かなり的に絞られた作品でもあるから、こういったものが好きな人は、とことん楽しめるんじゃないのかい？なるほどのー。